初代モントローズ公爵、ジェームズ・グラハム初代、モントローズ公爵、ジェームズ・グラハムは、スチュアート朝末期から、ハノーバー朝初期のスコットランドの貴族。ハノーバー家の王位継承やスコットランド王国と、イングランド王国の連合を支持し、アン女王によって、モントローズ公爵に上された。1715年ジャコバイト法規では鎮圧へ向けて、働いた。出生から、 父親が死去する1684年までは、儀礼称号のグラハム教で、1684年からモントローズ公爵に上される1707年までは、第4代、モントローズ公爵と称された。第3代、モントローズ公爵、ジェームズ・グラハムと、初代ロシズ公爵ジョン・レスリーの娘クリスチャンの間の長男。1684年に父は死去し、 遺言で指名された10人の家庭教師によって育てられた。ハディントンが死去し、母親がサージョン・ブルース順断尺と再婚すると家庭教師の権利がないと主張され、スコットランド民事構想院は1688年に無効を宣告した。この時維持を主張した2人の裁判官が国王ジェイムズ7世によって罷免されたため家庭教師を入れ替えてモントローズを カトリック寄りにしたいという国王の意向があったとされるが、結果的に彼は、その影響を受けることはなかった。1702年に、モントローズは、シェリフ・オブ・ダンバートン職やダンバートン城の管理権、レノックスのリーギャリティ権などを、初代レノックス公、チャールズ・レノックスから購入し、地域への影響力を強めた。アン・王によって、モントローズは1705年2月23日に、 スコットランド海軍司令長官に翌1706年の2月28日にスコットランド数密院議長に任じられた。モントローズは周囲からの反対にもかかわらず、プロテスタント、すなわちスチュアート朝ではなく、ハノーバー朝によるスコットランド王位継承の強力な支持者であり、スコットランド王国とイングランド王国の合同に対する功績により、 合同後の1707年4月24日に、モントローズ公爵に上された。1707年2月13日、最後のスコットランド議会において、モントローズは、最初のスコットランドの貴族代表議員16人の、うちの一人に選出され、その後も数度再選された。1709年2月28日、モントローズは、スコットランド王子諸書に任命された。 しかし初代オックスフォードモーティマー博、ロバート・ハーレーのトーリー党政権に反対したため、1713年に解任された。1714年に、アンジョ王が報じると、モントローズは新国王ジョージ一世によって、摂政の一人に任じられた。また9月24日には、ジャコバイト支持を疑われて更迭された第23代、マー伯爵ジョン・アースキンの公認の、 スコットランド大臣として第二代タウンゼンド子爵チャールズ・タウンゼンドの政権に加わった。1715年ジャコバイト放棄が発生した時、政府にとってモントローズの指示が得られたことは乱を鎮圧するに当たって重要であった。彼はスコットランドの民政を担当し、乱後はスコットランド人の訴えを聞きつつ彼らへの処罰が軽くなるよう努めた。 1716年、モントローズは、スコットランド国事省所に任命され、1733年に、消費税法案成立を目指すサーロバート・ウォルポールと、対立し解任されるまで務めた。また1717 17年10月4日に、スコットランド数密顧問館に劣勢られた。1719年、王立音楽アカデミー社に出資した。モントローズは、 スコットランド貴族代表議員の選挙に対する政府の干渉に抗議し、1735年に他の5人の貴族たちと共に嘆願書を発表した。しかし、この嘆願は却下された。1742年1月7日、モントローズはロンドンで死去し、2月12日にパースシャー州アバーラブンに葬られた。爵位は息子の第二代。 グラハム伯爵ウィリアム・グラハムが相続した。モントローズは1714年から1742年に死去するまでグラスゴー大学の総長を務めており、1726年に友人の初代シャンドス公爵ジェームズ・ブリッジスからの寄付をもとに図書館を建設した。1952年に建設された創立500周年を記念する門には、 モントローズの名前も記されている。また1707年5月28日に王立教会フェローに選出された。モントローズは1702年3月2日に第3代ノーセスク伯爵デイビッド・カーネギーの娘クリスチャンと結婚した。彼女との間に以下の子供を設けた。ありがとうございます。